時は平成、男がうまいとうなるサムライプリン。プリン本舗本店前、そこにゴミ拾い侍が現れた。侍のプリンはいかがですか。はい、 いただきます。した侍らしく言い訳もせず嘘偽りなく毎日手作りの侍プリン。北海道の低温殺菌牛乳と秘伝のほろ苦絡める侍魂を込めて作っておりまする。ぜひご賞味願い。北海道の厳選された素材から生まれた男がマイとうなる侍のプリン。新鮮な牛乳、卵、ほろ苦カラメルが侍のプリンを引き立てます。札幌に2店舗、東京に1店舗お店を構えるプリン本舗。10種類以上あるプリンの中でも大人気なのがこの侍プリンです。昔ながらのしっとりとしたカスタードプリン、その下にはとろっとした優しくも濃厚なプリン、最後は切れ味の良いすっきりとほろ苦カラメルを混ぜて引き締まったプリンの3つの味わいをお楽しみいただけます。プリンのコシを出す臭みの少ない放し飼いの有精卵、毎朝届く新鮮な優しい風味の低温殺菌牛乳、そして一番の特徴が秘伝のほろ苦カラメルです。プリン本舗が定めた五箇条の御誓文に書かれている製法で作られています。ちなみに侍のプリンの美味しい食べ方も五箇条の御誓文に書かれておりますんで、ぜひご覧ください。一つ一つ丁寧に作られた侍のプリン、ドゥドゥドゥではさらに侍のプリンザ・プレミアムも販売いたします。男性向けのコンセプトはそのままに、一滴1円という高級な生クリームをふんだんに使い、口当たりのいい深みのある味わいに仕上がったサムライのプリンザ・プレミアムはサムライのプリンを超えたまさに究極のプリンです。どちらも6個入り9個入りをご用意。ゴミ拾い侍こと一世一代時代組もうなった男がうまいとうなるサムライのプリン、ぜひご賞味くだされ。